アタウルフは、西郷都族の王。西郷都族の王アラリック一世は、410年にローマを略奪した後、シチリアに渡るためメッシーナに向かって南方を目指した。おそらくシチリアからアフリカに渡るつもりだったと思われる。しかし船がないためこの計画は頓挫した。西郷都族は、再度北方を目指したが、同年イタリア半島南端でアラリックは死去した。アラリックには、 息子がなかったため、義理の兄弟である、アタウルフが後を継いだ。食料に困窮した西ゴート族は412年に、ティレニア海沿岸を北上し、アルプス山脈を越えて、ガリアに乱入した。ヨルダネスによれば、その通った後はあたかも稲子の大軍が通り過ぎたかのようであったという。ガリアに入った、アタウルフは、ローマ皇帝ホノリウスとの交渉に入った。ローマ略奪の際、 西郷土族に連れ去られた、ホノリウスの姉妹ガンラ・プラキディアは、仲介役を果たした。西郷土族は、ガリアで食料と定住地を保障される代償として、ガンラ・プラキディアを解放し、また、ガリアのローマ人によって擁立されていた、ホノリウスの対立皇帝、ヨイヌスと戦うことが取り決められた。アタウルフは、翌413年に、ウアレンティアで、ヨイヌスを攻撃して、 これを捉え、ホノリウスの総督に引き渡した。しかし、西郷土族側が、ガンラプラキディアの引き渡しを拒んだため、協約は無に返した。ホノリウスは、食料の引き渡しを取りやめ、困窮した西郷土族が、南ガリアを去るだろうと見込んでいた。しかし、西郷土族は、マッシリア攻防戦で、アタウルフが負傷しながらも、ナルボ、トロサ、ブルディガラを征服した。 414年、アタウルフは、ガンラプラキディアとローマ式の結婚をして、ゴート人やローマ人を驚かせた。この結婚により、アタウルフには、ローマ帝国をゴート族のものにしようという意思がないこと、むしろゴート族の力で、ローマ帝国を刷新しようという王の意思が示された。オロシウスによれば、この意思は王妃の説得によるものだったという。 同年テオドシウスという名の息子が生まれたが、この子は生後感もなく死去した。プラキディアはマギステルミリトムであったコンスタンティウス三世の言い名付けであったため、この結婚を機にコンスタンティウスはアタウルフの攻撃を開始した。アタウルフは戦王アラリックに習い、プリスクスアッタルスの呼びかけに応える形でアッタルスをローマ皇帝に即位させた。 しかし、コンスタンティウスがアルルを根拠地に、南ガリアの港湾を封鎖し、配下の西号都族の困窮がはだしくなったため、アタウルフは415年に、スペインに向けて、ガリアを去らざるを得なくなった。同年番か、412年にアタウルフが処刑した、サルスの部下の復讐に遭い、バルキオで暗殺された。ありがとうございます。